はい、こんにちは、かくすけです。僕は、間違った僕と魔王ねそうでした、僕と魔王を続けてやっていきます。僕は小さいを言いそうになりました結構ね、同じような名前のゲームをね、やってるとついね、言っちゃうんでしょうね今回初めてでしたけど、ん？アニーの声、キャー、なんだい、あ、お化けじゃん、お化けが出た。ジャンくんちっちゃい。お、こういう時に守るのはお兄ちゃんですよ。おお、どっか行った。どうした？何があったんだ？兄、目を開けてくれ兄。キャーって。サーカスが来た夜、うん、幸せな家族に大きな不幸が降りかかったのでありました。ん？そんなに重症なの？うん、ああ、私はこれでお大事に。そんな何かされてたっけ？わあ、ジャン君は役に立たないな。まあ、小学生ぐらいの男の子ですよね。中学生かな。なんということだ、息子よ、兄は。ああ、兄、かわいそうな兄。わしの孫が。そうですね、おじいさん。アパッタパシピドポープシビピタパノポ。私どうしたのですね。パピプペポを消せばいいのか。この言葉は。兄はあのパピリオンの呪いにかかってしまったのじゃ。パピリオンって一音ごとにパ行の音が挟まる、パピリオンしか喋れなくなる恐ろしい呪いなのじゃ。おお、兄なんとかわいそうにアパタパシピオポバパケペニピピオポ襲われて襲われて、それからお兄ちゃん助けて、私の口が変だよちょっとかわいいけど読みにくい。パピリオンの呪いとは、子供の頃は罰ゲームとしてよくやっていたが、バビロン語かなんかありましたよね昔。わしも子供時代はパピリオン語で会話していたものじゃ。オポバイポヘブとかの、そうですね、おじいさん、そうなのそうなんだ。みんないい加減にして。このままじゃ兄はお邪魔な美少女じゃなくてお笑い系美少女になってしまうわ。はあ、なんて不幸なんでしょう。これはちょっと嫌ですよね、お笑いは嫌。どうすればいいんじゃ、お化けの呪いを解くには。おじいさん、そうですね、しか言わないな、おばあちゃん。このままじゃ可愛い兄がお笑い系に。ああ、なんて不幸なんでしょう。医者も見放した我がの娘の難病。こうなったらあれを試してみるしかない。ん？みんなついてきてくれ。私に考えがあるんだ。お、お父さん。おいおい、どこへ行こうというのじゃ？地下室ですよ、お父さん。そこに兄を救う鍵があるのです。クスケ、お前も協力してくれるな。オッケー。可愛い妹の命を救うため、身も心も投げ出してくれるな。嫌な予感が。お父さん、兄は命に別状はないって、お医者さんが。そうだっけ。まあ、細かいことは置いといって、息子よ、とにかく妹のために。そりゃあもう厳しくって痛くってギャヒンギャヒンな目にあっても耐えてくれるよな。嬉しそうだね、お父さんよく聞こえなかったか。そうかそうか、協力してくれるか。いやー、さすが我が息子。いやー、お父さん、実はこの前すごいものを手に入れちゃいましてね。まあ、ついてきてください。おう、お父さんの顔を初めて見たぞ。まあ、メガネかけてるような気はしたんですけどね。お、来たか、かくすけ。では、全員揃ったところで説明しよう。私が拾ってきたあの壺、
あの壺は実は、お母さんが拾ってこなかったっけ。人の運命を変える力を秘めるという知る人ぞ知る伝説の壺。人の運命を変える力を秘める。へえ。ポラックの壺にそっくりなのだ。どうだ、すごいだろう。すごいね。まあ、なんてこと。私、何お願いしちゃおうかしら。さらに解説すれば、ボラックというのは何百年も前の実在の人物の名前なのだ。彼は人の運命を変える力を手に入れ、それをこの壺に隠したと言われているんだよ。へえ、すごいや。息子よ、こいつなんじゃが、それめちゃめちゃうさんくさいぞ。そうですね、おじいさん。うさんくさいな。まあまあ、お父さん、ここは一つ論より証拠。この私が こんなこともあろうかとこんなこともあろうかと、さっきこっそり書いておいた私のオリジナル魔法陣、これで運命を変える素晴らしい力を呼び出してみることにしましょう。はあ、では行くぞ。そっか、全く開かなかったんですけどね、さっき。はあ、グンバラグンバラ、ドミグラス、アスパラアスパラ、ナポリタン、美味しそうですね。ほう、イカ焼きイカ焼き、タイムラ、タイムラ、ふりかけふりかけ、明太子、ほい、うりゃ、ハート、当たり目当たり目、身をつけ、出てこい出てこい力、はあ、出てこい出てこい、いい力か、当たり目いいな、お酒飲みながら。終わった、お疲れさん。うん、すごいじゃんお父さん、本当に本当に開いたじゃんお父さん、すごいじゃん。お、なんか出てきましたよ、タキシードのお化け。おお、ついについに我が偉大なるご主人様の復活の時が参ったのでございますな。私は悪の羊、その名もジェームスと申します。皆様何卒よろしくお願いいたしますぞ。ではご紹介いたしましょう。この方こそこの世の闇を滑る悪の魔王、スタンリーハイハリハスタンリーハイハットトリニダード14世様のご登場でございますよ。魔王？おかしいな、ピッケルみたいなんじゃないのか。うっほん、世のことは魔王スタンと呼ぶがよい。世は決してフレンドリーな魔王ではないが、自分でも名前を間違えていることがあるからな。うっほん。すっごい読みにくいですからね。では愚かなる人間どもよ、答えよ、何故に世を眠りより呼び覚ましたか。お願いがあるんですよ。でもここはや、ん、や、や、うーん、課長である私はお願いしたいことがありまして、実は子供の命を助けてほしいのです。あの子は、兄はお化けの呪いにかかり、今や死の床にあります。く命に別状はないんじゃがな。とにかく娘にかけられたお化けの呪いを解いてほしいのです。お化け？ああ、柿絵の魔族どものことか。なんだそんなことか。いいだろう、だが分かっておろうな。悪の魔王であるこの世の恩恵を受けるには、お前たちのうち誰かが世と邪悪な契約を交わし、子分、召使い、部下として世に使えなくてはならないのだぞ。あ、そうなの？うん、そうなのだ。ここはおじいちゃんあたりにね、あの子を助けるためなら、私は悪魔に魂を売っちゃってもいい。売ってって売りまくっちゃうよ。そうね、私も売っちゃってもいいかな。まあ私も割と平気かの。そうですね、おじいさん。うわー、能天気だな。ということはあとは、僕も平気だよ。よくぞ言った、さすがは我が息子、こんな面白そうな、いや辛い試練にも立派に耐えようというんだな。私はいい息子を持って幸せだよ。はいはい、ご相談まとまったようですな。ではまとまってないよ、みんないいよって言ってるんだから。皆様横一列に並んでいただけますかな。
これより皆様の影を審査いたしますぞ。あ、みんな一応候補に入ってるのか、やっぱ。オッケー。ほい。300年前、世界の半分を破壊しながら勇者とやら魔王、勇者とやらに倒されておしまいになった偉大なる大魔王ゴーマ様。ここにおわすスタンボッチャマこそその大魔王ゴーマ様の生まれ変わり、大魔王の後継者なのでございますぞ。なので違いか壺の中で待ち続けて300年、ようやく復活用の魔力がたまったのだ。その忍耐、その努力、おお、世はなんと偉いんだろう。さすがですよ、ぼっちゃま。ですが、いまだぼっちゃまの魔力ははっきり言うと、スズメの涙。完全復活を遂げるまでのその間は、人間の影を借りるしかないのでございますな。ただし、ぼっちゃまほどの方が宿られるとなると、影も中途半端なものではいけません。そこで、こんなこともあろうかと、魔界より影評論家の先生方をお招きしておりますぞ。そっか、影の評論家がいるのか、実際にいるのかな、どうだろうな。では、いよいよ開始でございます。第1回スタンハイ争奪影コンクール。Everybody、レディーゴー。こうして、なんだかよくわからないコンクールが、いきなり始まるのでありました。いきなり始まったね。私の影なんてすっごく薄いから弱いと思いますよ。お、審査中だ、お母さん。これは、あ、ちょっと影が、こうすぎるんじゃないかな。ちょっとね、いい線はいってるが、ごわごわわ。いや、でもやっぱり、奥さん惜しい。やはりお尻のあたりのラインに少しだけ問題があったよ。そうなの、そうなのか。5年前なら文句なく大合格だったと審査員の先生方も残念そうです。あー、ちょっと体のラインが、私個人的に今でも100点満点ですぞ。いやいや、これは失礼。では最後の出場者はジョナの格助さんです。どうぞ。か、そんな意味があるのか。じゃあ一番若ければ若いほどいいんじゃない。ごわごわわわ、これはこれは、おお、ごわ、素晴らしい。これはもう芸術だ。ふしゅる、この影の薄さはどうだ。これは驚きました。審査員全員が大絶賛、満点をつけています。影は薄い方がいいのかな。これは文句なしの優勝決定だ。第1回スタンハイ争奪影コンクール、栄えある優勝者は格助さんです。おめでとう、本当におめでとう。やったーね。本人はびっくりしてますね。うむむ、わしも鼻が高いぞい。そうですね、おじいさん。格助、よくやった。お父さんは、お父さんはお前を信じていたぞ。家族の温かい祝福を受けながら、なぜかあまり嬉しくない少年でありました。そうだよ、影薄いってね、お化けにまで、評論家にまで認められちゃったね。おお、これは弱い影だ。不思議な影。3年前はひどい目にあったからな。うむうむ、要は満足だ。では、格助とか言ったか？お、壮大な音楽が。お前はこれより世の子分、召使い、部下として働くのだ。良いな。それはどうでもいいんですが、娘は、兄は、どうでもいいって言われた。お、そうだったな。では見せてやろう。この魔王スタンの邪悪なる魔力を。お、邪悪なる魔力。いきなりのんびりした感じになりましたね。ふう、終わったぞ。小娘、目を覚ませ。あれ？私どうしたの？あ、治ってる。言葉がちゃんと喋れるよ。本当に治った。すごいじゃん。ありがとうございます。おお、兄、やはり私は間違っていなかった。いやー、よかったよかった。ちょっと間違ってるけどね。
うんうん。あれ？兄、お前、その影は私も気になりました。ピンク色ですね、影が。おじいちゃん、影がどうかし。え？私の影ピンクになっちゃったよ。なんなのこれ。ちょっと失敗したかな。ゆとしたことが。これじゃ恥ずかしくって外歩けないじゃないの。もう嫁に行けない。それくらいちょっと可愛いんじゃないかな。うるさいな。今呪いを解くと約束したが、影をピンクにしないと約束してないぞ。さすがですぞ、お坊ちゃま。その無理やりな弁解、素晴らしく邪悪でございますよ。レベルが低い。ああ、なんでどうしてこうなるの、私の影。もう本当に影ですね。少年の家では、夜中まで大騒ぎが続くのでありました。まあ、途中にパピッペポが入るよりはいいでしょう。お、なんだなんだ、いきなり。え、お、あ、夢だったか、よかったよかった、悪夢でしたか。あ、それでいきなり動けるんですね。ちょっとセーブしたいな。一体で出て戻ろうかな。そしたらセーブできますよね、多分。うん、セーブ。はい、上に重ねちゃって大丈夫でしょう。分類色、透明、状態は正常。あ、HP32 もあるんだ。早いですね。レベル1ですね、まだ。はい、どこ行けばいいんだろう。ん？ん？ここか？あ、おじいちゃんおばあちゃん、おはよう。今日はららかなよりひろりひよりじゃの。お前は出かけんのか。父親も兄ももう出かけたぞ。さて、わしらはゆっくり若い頃の思い出話でもしようかの。なあばあさんや。ああ、いいですね。老後こんな感じで過ごしたいな。ええー、そうですね、おじいさん。いいなあこの感じ。お父さんと妹はどっか行ったんですよね。妹結局外に出てるんですね、ちゃんと。学校かな。あら、かくすけ、おはよう。朝ごはん食べる？あらあら、どうしたの？顔色が悪いわよ。悪い夢を見た？あらあらあら、それは大変ね。ほらほら、外はいい天気よ。夜は鍋ってこともなし。夢なんて忘れて、テネル村にでも遊びに行ってらっしゃいな。そうだ、幼なじみに会いに行こうよ。あの子、いい子そうですからね。ちょっと静かでね、おとなしくて。家族は全員話しましたね。スタンが出てこないな。出てくる？お、影があるぞ。まあそれはありますけど。うわー、すがすがしいね。あれはやっぱり夢だったんだ。僕はこれまでと同じ平凡で目立たないただの少年だ。あー、よかった。自分の心の声が、なんてこと、あ、びっくりした。心の声が出てるのかと思った。なんてこと思ってるな。それは残念だったな。あーち、出てきたぞ。これは紛れもない現実。お前はもう一生この魔王スタン様の子分、召使い、ブーカーなのだ。クックック、思う存分こき使ってやるぞ。はっはっはっは。うわー、ご機嫌だな魔王様。お、君はジェームスだっけ。うん、おう、スタン坊ちゃま、爽やかな朝でございますな。坊ちゃまも朝ごはんいかがですかな。奥さんのオムレツは最高ですぞ。そんな食べてたんだ、ジェームス。お母さん優しいな。ジェームス、朝飯など食ってる場合ではないぞ。俺はこれよりこの子分をこき使いつつ、世界征服のために行動を起こすぞ。まずは手始めに、この近くにあるというテネルとかいう田舎村を恐怖のどん底に陥れてやるのだ。おっ、ご立派ですぞ、スタンボッチャマ。このジェームス、熱く熱く応援させていただきますぞ。ただし、オムレツを食べ終わってからですが。もう食べたんじゃないの。
とも。では村へ行くぞ子分よ、いざ出陣だ。いってらっしゃいませ坊ちゃま、ふれーふれー坊ちゃま。さあオムレツオムレツ、あーいいなー、オムレツ食べたいなー。あ、勝手に食べに行くのかな、ひょっとして。うーん、水不足なんとかしたいな、早く。したん、このお墓を調べて何かないかな。あー、これはいいんだ、冒険者のやつ。うん、勇者。あー、生花なしか。そっかそっか、行きましょう、どんどん。こっちの方だっけ、まだいまいち道が分かってないんだけど、この子は誰だ。ねえねえ、かくすけ、なんか影がすっごいことになってるんだって。ワクワクしてる子、ちょっと私にも見せてよ。お、すごいでしょう。用が何か用か、湯に何か用か、小娘。うわぁ、うっそ、言葉も喋るの最高じゃん。これって生きてるの。こら小娘、うお、誰と心得る。よこそこの世の邪悪の象徴である、魔王スタンなのだぞ。やったー、ギャグまで言えるの、いいなー、私も欲しいなー。あらら、怖がらせるところじゃないぞスタンさん。残念だったね、ここの村の人はね、一筋縄じゃいかないと思うよ。いや、君が評判の影くんだね、一つよろしく。なれなれしいぞこの青2歳が、誰に向かって口を聞いているつもりだ。またまた、隠すけのお父さんが言ってたよ、君は心優しいナイスガイだってね。そっか、助けてあげたもんね。いや、許さん、あの親父め。照れるところがまたナイス、爽やかな僕と友達になろう。ふふ、クラッチェ、爽やかな青年、本当に爽やかなんですね。おい隠すけ、君の新しい友人をみんなにも紹介してやれよ。え、こっちじゃないの、こっち、こっちはダメなん、あれ、あ、いっぱいいるのか。あ、これがさっきの子か。で、おうほうほう、え、これジョンだっけ。お兄ちゃんか、早く早く見せてよ。ねえ、早く早く。うさいぞ小わっぱめ、世の凶悪な姿を見て小便漏らしながら泣いて怯えるがいい。影だ影だ、変な影だ、かっこいいなお兄ちゃん。あらら大好評ですよ、やったね魔法様。こっちにも何かいるかな。これはサーカスは、ここに赤い点があるけど、いわゆるストーンサークルというやつだろうか。これは日時計ですね。こっちの中とか入れる。あ、ここには何もないし誰もいないようだ。そっか、こっから右を行っちゃダメなんですよね。この道をずっと行くとマドリルという町に行けるんだが、最近お化けどもが現れるようになってな。まあ行くなとは言わないが、ちゃんと旅の準備をしてからにしなさい。わかったね、わかった。じゃあやっぱ村でしょうね。他にも誰かいたりするかな。これは木ですね。ん？この人話してないな、気づかなかった。感心する村人、いやいや大したもんだな。格付け、こりゃもうお前サーカスに就職できるぜ。そうですね、いやいや、お前さんにこんな取り柄があったとはな。見直したぜ格付け、やったね。格付けの評判うなぎ登りですよ。もう紹介したつもりなんだけど、まだいるのかな他に。あれ、この子は話した、こっちの方に、あ、いたいた、あ、おばちゃん、お困りましたの、風で帽子を飛ばしてしまった。これ、あの木の枝に引っかかって、あれは泣きおじいさんが買ってくれた大切な帽子、もうどうしよう。あのくせにメソメソしよって、人間とはなんと不自由な生き物よ。格付け、世の力を見せてやる。いわこの通り新築時代、こんな帽子を取ることなど造作もないのだ。ありがとうございます。じゃあなた様はきっと天のお使いに違いありません。おいクラブバー、分かってないようだな。よこすは邪悪の権化、魔法スタンダー、震え上がって土下座するがいい。ありがたや、ありがたや。
あらら優しいな、スタン。もうみんなのお手伝いしてますよね。おぉ、この人すごいな、顔が。ヨーヨー格付け、なんでも愉快な特技を身につけたそうだな。村じゃもう大評判だぜ。何にしろ、お前の親父さんが嬉しそうに家暮らしてたからな。愉快な特技、うん、特技になってるんですね。おぉ、すげえ。どんな手品なんだっけ、格付け。こいつは何を言ってるんだ。人間はやはりわからん生き物だな。残念だったね。じゃあ時間が25分になったので、今回これで終わろうと思います。それでは次回もぜひ見てくださいね。